さあ、続いての重要項目として、三角錐の体積比。これを考えていきます。で今ね、三角錐、四面体を書いてみました。O を頂点として ABC を底面とするような三角錐、四面体ですね。いいですか？で、よくですね、入試でこういうものが出てきます。OA 上に点 P があって、OB 上に点 Q があって、OC 上に点 R があって、P、Q、R を結んで、O を頂点として PQR を底面とするような新しいね、ちょっとちっこい、こういう四面体をまた作るわけですね、三角錐を。ってなった時に、よくですね、問題として出てくるのが、この大きい三角錐の体積対ちっちゃい三角錐の体積。この体積比がどうなってますかっていう問題がよく出てくるんですね。ですか。なので、これの考え方をちょっと確認しておきます。まず、どういう風に考えていくのかっていうと、例えば、ここの長さが A で、ここが P。ここの長さが B で、ここが Q。ここの長さが C で、ここの長さを R っていう風にしとくとしましょう。いいですか。ちょっと見づらいかもしれないけど、簡単に言うと、O から P の長さはスモール P。O から C の長さはスモール C みたいな感じで表してるわけです。で、こうなった場合、この大きい体積対ちっちゃい体積、めちゃくちゃ簡単に出ます。どうやるのか。辺の長さ ABC をかけて、辺の長さ PQR をおっと掛け算したこれ。これがそのまま体積比になります。A×B×C 対 P×Q×R。これがそのまま体積比になるので、ぜひこれは覚えておいてください。いいですか？で、他にもですね、これを利用して、こんなやり方もあります。こんなやり方もあります。実はこれ、A と P っていう長さがありますけれども、比でもいいんです。比でも。A 対 P が分かってます。B 対 Q が分かってます。R 対 C が分かっていますっていうふうに、比だったとしても問題ないです。例えば、1対2、3対2。4対3みたいな感じになったとしても、これ 2×3×4、2×3×4 対 1×2×3 っていう風に、1×2×3 っていう風に体積比を求めることができます。いいですか？はい、なので簡単にですね、ちょっと練習をしてみたいと思います。こっちのカメラって今使えないんだよね。OK。はい、じゃあ、適当にパッと書きますけれども、はい、これが2対1。はい、適当に考えますね。3対1。はい、これが、4対1。全部比が分かってるとします。で、よいしょ。この大きい方対ちっちゃい方の体積比はって言われたら、比で言うと2対1だから、当然3対2ですよね。OK。ここが3対2ですよね。OK。ここが4対3ですよね。OK。5対4ですよね。いいですか？はい。ですから、体積比、大きい方対小さい方は、3×4×5、3×4×5、3×4×5、対、はい、小さい方、2×3×4、2×3×4 で出てきます。はい、これ、3、4、3、4約分されますから、5対2になりますよね。OK。ということで、大きい方の体積対ちっちゃい方の体積が5対2っていうふうに瞬間で出てきます。瞬間です。いいですか？で、よくですね、まあ、この状況を見て、火山大噴火なんていうふうにして覚える方法もありますね。もう火山があって、ここからわーってこうなんか噴火して溶岩が出てるような、こういうイメージですね。このイメージで捉えておけば忘れにくいのかなと思います。まあ、いずれにせよ、これめちゃくちゃよくね、使いますので、ぜひこの知識覚えておくようにしてください。よろしいでしょうか。はい、囲んでおきましょうかね。よいしょと。よいしょと。よいしょと。はい、ということで三角錐の体積比以上になります。